写真拡大。ヤクルト11の7広島、4日、神宮球場。広島がサヨナラ負け。最下位のヤクルト相手に4点のリードを守りきれず、逆転負けとなった。初回に松山、長野の敵地打で2点を先取り。3回には鈴木の26号ソロで加点。4回には長野が133日ぶり3号ソロ、阿部も続いて8号ソロでリードを広げた。だが、前回巨人戦で10失点 KO のエース大瀬良は5回6安打2失点。早々とマウンドから姿を消すと、6回に3番手中村京が村上に32号スリーランを浴びて逆転を許した。味方が7回に同点としたが、9回に登板したフランスはもう乱調。四球、木田野戦、東五郎失策で無視満塁。荒木は三振、青木は小蛇で二死としたが、山田哲に左翼席へ運ばれた。ヤクルト山田哲はサヨナラ満塁本塁打で通算200号。劇的な展開に本拠地が沸いた。